はい、皆さんこんにちは、こんばんは。旅好きライダーです。今回もご視聴ありがとうございます。ただいまですね、WR で関風大谷線に来ております。この先がね、林道なんですけど、まあ工事をねやってるようですね。ちょうどそのちょっと時間帯に当たっちゃったんで、今回はねちょっと林道を走らずに UFO ラインをね走っていきたいと思います。ところで皆さん、この WR いつもと様子が違うことにお気づきでしょうか。もしねこれ一目見た時に気づかれた方は本当にそれはすごいと思います。実は申しますとね、このシュラウドを見てください。これ本来のね姿に戻しました。これが本当のシュラウドです。 WR250R、 今までですねこれブルー一色だったんで、購入した時にですねシュラウドを実は白に変えたんですよ。でそのシュラウドは実は言うと WR250X のねシュラウドだったんですよね。それを今回はブルーに変えました。なぜまたこのブルーにね戻したかっていうその理由はですね、またね後ほどの動画で説明したいと思います。はい、ホンダドリームに遊びに来ました。社長こんにちは。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。毎度ちょっと中見ていきます。社長の元気な挨拶をいただきました。はい、今日はね WR でホンダドリームにやってきました。元気な社長の挨拶です。この動画でもちょっと紹介しましたけども、ちょっとねいろいろ考えておりまして、ホンダドリームのね中にはこのようにいろいろなバイクが止まっておりますが、実は言うとバイクをね入れ替えようかと思っております。その入れ替えるバイクはですね、今ここにはないんですけども、チャンネル登録者数が1000名も超えたということで、この機にねさらに動画をパワーアップしたいと思いまして、今日はね社長に相談しようと思ってやってきました。そのバイクの名前はですね、またこの後、紹介していきます。ちなみにね、この店舗の横に止まっているこの WR は私のバイクです。今日はねこの WR をね下取りに出してバイクをね入れ替えようと思っております。 WR はねとても本当に好きなバイクなんですけど、当然アフリカツインはね手放すことはできないですし、クロスカブもですねしまなみ海道を走るのに置いておきたいというところで苦渋の判断なんですけども、もう本当にね苦渋なんですよ。このお気に入りのバイクなんですけども、この WR をね下取りに出して新しいバイクをね購入しようかと思っております。あ、いらっしゃいませ。あ、社長すいません。はい、ちょっと相談があるんですけど、はいはい、おかげさまでチャンネル登録者数まあ1000名超えたんで、おめでとうございます。もう2つのおかげなんですけど、いや、何をおっしゃいますよ。いや、ほんでそこで、まあちょっとバイクの入れ替えもちょっと考えようかなと思ってるんですけど、で、ちょっと悩んでるんですけど、まああんまり乗ったことないバイクなんですけど、まあちょっと最近レブルがちょっと気になってまして、1100ですか。そうです、1100です。相当人気ですよ。やっぱそうですか。はい。で、まあ乗ったことないバイクなんでどうかなと思ったんですけれど、まあ今後ちょっとまあ、人気のあるバイクも必要だろうと思って。そうですね、今上月ライダーさんが持ってるそのアフリカツインと、はい、クロスカブと、はい、ちょっとジャンル違うね。そうなんですよ、うん、だからいいかもしれないですね。ですよね。でまあ、WR 残したいところなんだけど、ちょっとバイク4台止めるのもあれなんで、はい、ちょっと場所もないんで、はい、まあ一応ちょっと WR を下取りに出して、はいはい、まあちょっとレベルを入れようかなと思ってるんですけど、はい、でちょっとレベルのカタログをちょっと見せてもらいたいなと思うんですけど、いいですか？レベルのカタログです。すみません。はい、ありがとうございます。やっぱこうやって見るとかっこいいですよね。かっこいいでしょ。そうなんですよね。いいですよね。全国的にもまあ大ヒットなんですよ。あ、そうですか。はい。じゃあホームページとか見ててもちょっとこの手のバイクも乗ってみたいなと思ってて。はい。で一応希望はミッションなんですよ。はい。でミッションで、あとは色ですよね。2色ありますね。そうですよね。はい、まあ黒か赤かっていうところで、はい、どっちの方が早そうですか？入荷が早いのは当社では、はい、赤のボルドーレッドメタリック、はい、あ、なるほど、こちらの方が、はい、おそらく若干早く上木ライダーさんにお渡しできるんじゃないかなという思います。あ、そうですか。はい、まあ僕も好みは黒なんだけど、でもこの、はい、またちょっと自分の好みと違った色もいいのかなと思って、このカラーリングもすごく、はい、あと実際綺麗ですよ。あ、そうですか。はい、深みがあって、いいですね。はい、ちょっと見ていただけると思います。そうですか。はい、赤でまあミッションだったらまあ黒とかの DC と比べると早いかもしれませんが、もしかしたら若干。そうですね。そうですよね。はい、そっか。どうしようかな。まあでもやっぱりなんかちょっとやっぱ1000名超えてやっぱり、はい、僕のチャンネルの雰囲気もちょっと変えたいんで、はい、まあちょっとレベル1100 の、はい、そのボルトレッド、はい、まあちょっと買おうかなと思うんで、そしたら、はい、金額を出してみましょうか。はい、すいませんけど、ご視聴ありがとうございます。お願いします。あ、そしたらはい、オプションも多数出ておりますんで、はい、もう上木ライダーさん好みに仕上げたらいいと思うので、おっしゃってもらったらそれを見積もりに入れますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、まあ僕の動画自体がやっぱりキャンプとツーリングがメインなので、そうですよね。はい。でやっぱキャンプこれでも行きたいんで、はい、まあサイドバック両サイド、はい、とあとリアキャリア、はい、であとはスクリーン、はい、タンクパッド、はい、センターの、はいはいはい、セキュリティのアラーム、はい、以上で一応お願いできるでしょうか？はい、わかりました。はい、了解でございます。そしたらレベル1100の、はい、ミッションタイプの、はい、ボルドレードメタリックで、はい、先ほど言われました、はい、オプション、はい、させていただきまして、見積もりさせていただいたらと思います。はい、それでお願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、楽しみにしてます。はい。あ、お待たせしました。ありがとうございます。上木ライダーさん、レベルの見積もりできました。ありがとうございます。めっちゃ楽しみです。はい、そうしましたら、はい、よろしくご説明させていただきます。はい。レベル1100。はい。色がボルドーレッドメタリックでよろしいですね。はい、大丈夫です。はい、まず、その前にお名前ご住所、間違いないでしょうか？ご確認ください。大丈夫です。はい、ありがとうございます。そうしましたらバイク代の方が110万でございます。はい、そうしまして、いろいろカスタムつけていただきまして、はい、この用品の取り付けで、はい、部品代が12万4278円の、はい、工賃が1万2100円。トータル13万6378円しています。はい、トータル、WR の下取りを頑張ってさせていただきますので、上木ライダーさんのご負担が、はい、この金額になります。ああ、 OK です。もう社長の決めた金額でお買いますんで、はい、よろしくお世話になりますんで、あ、電池でありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではまた納車が決まりましたらまた連絡いただけますか。わかりました。はい、はい、じゃあすいませんけどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、社長と今話をしてレベル1100を買うことに決めました。ただいまね、契約の方も交わしました。あとはね、納車を待つだけです。納車の時期はまだわからないんですけども、報告がとても楽しみです。レベル1100、いやー楽しみですよ。このね、今吊り下げられてるね、この絵もね、とてもかっこいいんですよ。これをね、自分が今度乗ると思ったらワクワクします。それでは今回もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。